始めていこうかなと思います。漫画模写 RTA、 今回はシャカリキよりハリス・リボルバーを描いていこうかなと思います。このハリス・リボルバーっていうのがもう超絶魅力的な敵キャラなんですよね。まあ天才といえばハリス・リボルバーみたいな感じなんですけれども、エル・コンドルっていう、コンドルと呼ばれてる男なんですけれども、シャカリキは自転車漫画ですね。速すぎて山を登る姿が速すぎて鷹が飛んでるように見えるみたいな。ハリス・リボルバーの演出っていうのが、まあ、天才演出っていうのがちょっと神がかり的に、あの曽田先生がうまいんで、まあ、そのキャラクター自身の魅力的なその性格だったりっていうのももちろんあるんですけれども、もう漫画としての天才キャラをいかに天才に見せるかっていう、ちょっとそっちに今回は注目して、天才、まあ、しかも敵キャラですね、天才敵キャラをどういう風に演出すべきかっていうのを、僕がなんかシャカリキから勝手に読み解いて勝手に話していこうかなと思うんですけれども、まあ、まず第一のポイントとして、ファーストコンタクトで戦うなっていうのはありますよね。主人公とそのライバルである、まあ、今回だったら主人公の野村テルに対してのライバルであるハリス・リボルバー、この人たちはいきなり一番最初に戦っちゃいけないんですよ。まずは戦いじゃなくて、ファーストコンタクトではお互いに共通する世界観があるなっていうのを認め合うっていうステップが大事なんですよね。だからむしろファーストコンタクトって平和的なほどいいと僕は思ってるんですけれども、バガボンドでいう宮本武蔵と佐々木小次郎っていうのは、一番最初に会った時に、まあ、読者は、読んでる側としては、こいつら出会ったらもうバチバチに切り合うんだろうなっていう、もう会ったら最後真剣勝負が始まるんだろうなって思ってるところを、一番最初に会った時って雪だるまの前で会って、二人ともなんか雪だるまに対してなんかそこら辺の木の枝みたいなので雪だるまをなんかブスブスってなんか切り合うみたいな、なんか雪だるま遊びみたいなしてましたよね。これが周りの人から見たら、あいつらいい歳して雪だるまで何遊んでんだみたいになるけれども、二人はなんか真剣だったみたいな。なんか雪だるまを枝で切るっていうのはすごい技術が必要で、ある種何かその自然の断りみたいなのを悟ってないとできないみたいな、力任せに剣を振るような、そういう剣術じゃ雪だるまを枝で切ることはできなくてっていう、それを佐々木小次郎が遊びながらやってるのを見て、宮本武蔵は感動して自分もやってみて、で時間を忘れて二人で雪だるまを枝で切る遊びをするっていう、二人戦わないでお互いになんかちょっと、おこいつは気が合いそうだなっていうような、そういうシーンを仕込む必要があるんですよね。でシャカリキのこのハリス・リボルバーで言うと、まあ、これあのカールを食べてるんですけど、もぐもぐもぐって、このハリス・リボルバーも野々村テルも同じレースに出るんですけれども、そのレースの下見で、下見って言っても多分1時間前とかなんですけれども、下見で自分が走る、登ることになる坂っていうのを見晴らせる丘に来てるんですよ。で2人とも考えてること同じで、ばったり出会うっていう。で初対面でお互い面識がないから別に会話することもなくて、まあ、特に野々村テルっていうのは無口なキャラクターだし、ハリス・リボルバーっていうのはスペイン語しか喋れない留学生なんで、お互い会話することはないんですけれども、まあ、なんとなくシンパシー感じてハリス・リボルバーがカールをくれるんですよ。で無言でテルが受け取って、カールをボリ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 って二人してなんか一言も喋らずにカールをずっと食べてるっていう、まあ、そういうシーンなんですけれども、そこにあのハリス・リボルバー側のマネージャーと先輩がやってくるんですよ。でハリス、お前こんなところで何やってんだみたいな感じになって、もう試合始まるぞみたいな、お前まさかこの山見ておじげついたんじゃねえだろうなみたいな感じで先輩が煽るんですよ。ただハリスはその日本語理解できてないんで、でそのマネージャーっていうのがスペイン語わかるマネージャーなんで通訳してくれるんですけれども、それでハリス・リボルバーっていうのは別にその先輩の通訳の話を聞いて怒るわけでもなくて、その山を見ながら、え、こんなの山って言うのかなみたいな、僕の国ではこれよりも
なだらかな、これよりもなんとかな道はないよみたいな、こんなん山って言わないね、こんなん坂って言わないねみたいなことをボソって言ったんですよね。で、まあ先輩はもちろんスペイン語わかんないからキョトンですよ。ただスペイン語わかんないはずの主人公の野々村テル、わかっちゃったんですよ、ハリス・リボルバーがなんて言ったか。もちろん別にそのテルが言語の天才とかそういうこと何にもなくて、ただ二人はお互いに坂が大好きなクライマーっていう、まあ共通の世界があって、だからスペイン語なんだけれども山とか坂に関することで何か言ったんだなっていうのがテルになんとなく分かって、しかもそれがこんなの坂って言わないねっていう発言だったってとこまで、まあ雰囲気で分かっちゃったっていう。で、全然天才じゃない先輩は、え、こいつなんて言ったの、訳してくれマネージャーみたいな感じで、もちろん何にも分かってないっていう、これが大事なんですよね。天才同士がファーストコンタクトで世界観共有して、で周りの人間はそれを全然理解していないっていう、この描写が必要なんですよね。まあ、アイシールド21でいうあの小結くんが喋るパワフル語みたいなもんですよね。小結くんは不合とか、あ熱いとか一言しか言ってないのに、パワフルな人たちにはちゃんと言語として伝わってるみたいな。あ、熱いって言ったら、熱い戦いだったな、体格差でハンディがあったとは思っていない、お互い違うタイプの武器というだけの話だ、だが背の高さを除いても水町お前は強かった、心の勝負なら負けないつもりだったぜ、チームの勝利を願う気持ち互いになんたらかんたらみたいな、そういうたった一言で会話してるけれども、パワフルな世界観を共有してる人には言葉が通じてるけれども、そうじゃない人には不合とか、あ、熱いって言ってるしか思えないみたいな、天才たちにしか認識できない世界、そしてそれを認識できてない周りの人たちっていう表現はすごいいいなと思うんですよね。で、ポイント2として、あ、また違う話になるんですけど、ポイント2で敵の方が、まあ、圧倒的に強い必要があるんですけれども、まあ、敵の本気を見せるっていうのもすごい大事なことだなって思うんですよね。まあ、近年なんか本気出さないキャラ流行ってますけど、強すぎてそこが知れないみたいな、余裕じゃんあいつみたいな、俺また何かやっちゃいましたみたいな、そういうキャラクター増えてますけど、やっぱ本気になんないキャラって全然魅力的じゃないですからね。そうなんですよね。もうコナンとかも最初の初期の方はもうみんなちゃんと本気になって必死になんか死にたくないってあがいてましたけど、あがいてるって言い方悪いけれども、もうラン姉ちゃんとかも閉じ込められたりとかして、コナンがもうラーンって毎回毎回本気で叫んでましたよね。もう今じゃもうちゃんちゃらおかしいというか、もう犯人とラン姉ちゃんが閉じ込められたとしたら、もう犯人の方がかわいそうというか、コンクリートとかで閉じ込められても、え、蹴破ればいいじゃんみたいな、もうバカっぽいですよね。もうもはや全然その緊張感も本気感もないみたいな、もうすごい茶番に感じちゃいますよね。そういう安心安定の展開というか、やっぱりもっともっと本気になって必死になった方が面白い。そこを逆手に取ったのがワンパンマンだったりとかすると思うんですけれども、まあ、ワンパンマンもやっぱ最強なワンパンチを持ってるわけで、もう全然強すぎて本気になんなくて魅力的ではないですよね。ただそのワンパンマンがワンパンチで敵を倒すまでの間に、脇役たちが、まあ、必死に本気になって敵に挑んで、本来はそれってそのカタルシスを積んでるというか、いろいろあればあるほど最終的にワンパンチで倒すことによ、そこで面白さが爆発するみたいなことだと思うんですけれども、まあ、今や埼玉がワンパンマンが来るまでの間に、脇役たちがいかに本気になってドラマするかっていう、そっちの方がもう本流になってますからね。やっぱ本気じゃない人ってちょっと面白くないんですよね。まあ、このハリス・リボルバーの場合はチーム戦だったんですけど、先輩含めてハリスの先輩も弱いし、その先輩以外のハリス以外全員弱いんですよ。で、4人で走んなきゃいけないんですけれども、基本自転車って1人で走るよりも複数人、4人とか5人とかで走った方が絶対速くて、風よけとか、まあ、そのペースメーカーだったりっていう、その役割分担できるんで絶対その方が速いんですね。で、主人公チームたちは
最初4人で行ってたんですけれども、1人ちょっと速くない人がいて、その1人を置いてって3人で走ってたんですけれども、まあそれが結局、まあ主人公たちも割と天才グループなんで、その大会では優勝したんですけれども、いや優勝じゃなかったのかな。ものすごい速いタイムで駆け抜けたんですけれども、4人とも全く同じような人間たちというかサイボーグ軍団って呼ばれてるんですけれども、同じような背丈で、なんか同じようなスピードでみたいな。で、全然天才一人もいないけれども、息ぴったしの4人組に負けちゃうんですよ。だからそんぐらい、その、チームで協力して協調性がある状態で走った方が早いし、まあ4対3で勝てるわけないよね、みたいな感じで、で、一方ハリスリボルバーは、もう、自分以外全員雑魚だから、もうそもそもやる気なくてタラタラ走ってたんですけれども、もうそのマネージャーが、もうハリス本気出してみたいな感じでもう泣き始めたんですよ。もうこれじゃインターハイなんか絶対行けないじゃんみたいな感じで、そこでもうその子に泣いてほしくないから、ハリスリボルバーが、ちょっと今から失格になるけど許してくれみたいな、面白いもん見せてやるみたいな。まあ失格になるのは僕じゃなくてこいつらなんだけどねっつって、その先輩3人を指さして、で、その3人を置き去りにして一人で走り出すんですよ、ビューンって。ここがめちゃめちゃかっこよくて、ハリスが本気になるんですよ、ここで。たった一人でもう本気になってがむしゃらで自転車をもうぶん回して、もうしゃかりきに走りまくって、で、主人公チーム3人で走って4人のサイボーグ軍団に負けたんですけれども、ハリスくんは一人でその4人のサイボーグ軍団にも勝っちゃう。っていう、もう一人でもう本気の爆走をして勝って、でもこれはもう他の3人を置き去りにしたからチームロードレースになってないから公式記録ではありませんみたいな、次は公式記録で戦おうみたいな展開になるわけですよ。いや、めちゃめちゃ熱いですよね。まあナメプといったらナメプなのかもしれませんけれども、やっぱここでそのハリスリボルバーの本気の姿を見せつけられることによって、しかもその本気っていうのが、まあ、制約があるからこそ本気っていうのはまああるんですけれども、ナメプだから本気になったっていうのはあるのかもしれないですけれども、ここで敵の本気を見せとくっていうのは、まあ、ファンタジスタとかでいうあのマルコクオーレがあんなに、イタリアの彗星マルコクオーレ、あんなに最強だったマルコクオーレが格上の最強チームと戦ったらあんなにボロボロになってるみたいな、でもそれでもマルコクオーレが最後に出したパスが決勝点になったみたいな、なんかその超強い敵がボロボロに揉まれて本気になってるところを主人公がもっともっと下の世界から見上げる描写っていうのがやっぱ必要だと思うんですよね。だからもうしゃかりきって本当になんかそういう天才演出をするのが天才的ですよね。で、これこのハリス・リボルバーの天才演出っていうのを、まあ、完全に僕のこの講座を聞いたのか分かんないですけれども、この天才演出っていうのを一個一個丁寧にやってったキャラっていうのが弱虫ペダルのマナミ三角くんなんですよね。というか、まあ、マナミ三角くんは、まあ、ハリスリボルバーを多分モデルにしてるんじゃないかなと思うんですけれども、このなんかカールじゃなくてアクエリカポカリで主人公の小野田三角くんと出会って、坂道くんと出会って、で、まあ、同じクライマーだし、まあ、クライミング中にシフトアップするっていうのも、まあ、このハリスリボルバーの専売特許みたいな感じだし、まあ、専売特許で言えば走ってる時に翼が入るっていうのもハリスリボルバーですよね。というように、まあ、この手法を使えばめちゃめちゃ魅力的な天才ライバルキャラが描けるという感じなんじゃないかなと思います。ということで、お疲れ様でした。